男なら誰しも一度は迷ったことはあるのではないだろうか。山岡屋のプレミアム塩豚骨とプレミアム醤油豚骨、どっちが一番うまいのか。レギュラーメニューになってるプル塩が最強だね。え、知らんの？東北新潟北陸地区では醤油豚骨もレギュラーメニューとして食べれますけども。はいはい、特製味噌が一番ね。とおごるおごらい論争と同じぐらい根深いのが山岡屋のプレミアム論争。そしてもう一つ、オフィス家具トップシェアを誇るスチールケースのデスクチェア、ジェスチャーって本当にいい椅子なのか問題。今回はスチールケースさんからプレミアム醤油豚骨、あ、じゃなくてね、ジェスチャーを提供してもらったので、こちらの椅子の特徴、2週間ほど使ってみて感じたメリットデメリットについてお話をしていきます。果たしてスチールケースジェスチャーの実力やいかに。食券お預かりします。おい、大きい、分かってんだろうな。はい、何でしょう、むっつり斉藤さん。今日は案件だぞ。やつに絶対に下ネタ言わせんなよ。分かったか？はい、もちろんです。担当者の人も動画確認するからな。むっつりさん、言わずもがなです。任せてください。まずスチールケースとは、1912年創業の100年以上の歴史を持つアメリカのオフィス家具メーカーで、世界トップシェアを誇ります。そしてスチールケースジャパンができたのは1994年、企業向け販売から始まり、2022年には一般ユーザー向けの販売、オンラインストアが開設。なので世界で一番売れている椅子にもかかわらず、スチールケースをつい最近知ったという人も多いのではないでしょうか。ちなみにスチールケースという社名の由来は、1914年に製作したスチール製のゴミ箱で、木製ゴミ箱が主流だった当時、安全性を高めるためにスチール製の耐火ゴミ箱を開発したのが社名の由来だそうです。自慢じゃないけど、僕もね、山崎実業のスチールゴミ箱を使っているんだけど、ティッシュのゴミがね多いから非常に燃えやすい状態です。そしてこちらが今回提供してもらったスチールケースのジェスチャーというモデル、定価はヘッドレストなしで184,980円、ヘッドレストありが239,980円。デスクチェアのサイズですが、座面の最低高さ約 440mm、 最高高さは約 570mm、 座面の広さは一番広い箇所で横幅 500mm、 奥行き 470mm、 背もたれは横幅 430mm、 高さ 590mm。 こちらは実測値になります。カラーは全9色展開になります。僕が提供いただいたのはファブリックのペッパーブラックという色です。映像では分かりづらいかと思いますが、真っ黒というよりは緑がかったグレーに近い色味です。ファブリック素材の座面、背もたれを採用。クッションはふわふわ柔らかいという印象ではなく、適度な硬さがあるクッション素材です。そして背もたれの特徴は、ジェスチャー 3D ライブバックテクノロジー、背もたれが背骨の自然な動きに沿って変形される仕様で、フィット感が非常にいいです。そしてジェスチャーの最大の特徴は、この360度に動くアームレスト。キーボードタイピング、スマホなど様々な端末での作業、姿勢に最適な位置にアームレストを動かすことができます。アームレストの素材はクッション性のあるポリウレタン素材で、肘にも優しいです。ヘッドレストのありなしは選択可能。僕が選んだのはヘッドレストなし。ただ後付けはできません。フレームはスチール製で、ザラザラな質感の艶消しラプター塗装みたいな感じです。エルゴヒューマンやコホチェアのアルミフレームも個人的にはとても好きなんですが、艶消しフレームは高級感があってかっこいいです。キャスターはウレタンキャスターを採用。回転の滑らかさは非常に高いです。これまでいろいろな椅子に座ってきましたが、キャスターの滑らかさでいうと過去一です。滑らかさを例えるなら、山岡屋の摩擦係数ゼロの床と同じぐらい滑らかです。よく滑ります。スチールケースジェスチャーの調整ダイヤルレバーは座面右側に全て集結。手前のレバーで座面の高さ調整、高さを上げたり下げたりできます。ダイヤルでは座面の前後調整、座りながら調整できるのがとてもいいです。奥側のレバーではリクライニング角度の調整、レバーを手前に回すことでリクライニング角度の限界点を変えることができます。全4段階です。1段階、2段階、3段階、4段階。ダイヤルはリクライニング強度、背もたれのランバー位置も変更することができます。このつまみです。このつまみを上下することで、ランバーサポートの位置の高さを上げ下げすることができます。次に僕がスチールケースジェスチャーを実際2週間ほど使ってみた感想です。キーボードタイピングが快適。デスクチェアで座り心地ももちろん大事ですが、それと同じぐらい大事だと思っているのがアームレスト。僕は30歳から約7年ばかり在宅でデスクワークをしてきたんですが、最も疲れない正しい座り方は、肩に力が入らない位置にアームレストを設置し、肘を置く。肩こり防止には脱力感が大事です。アームレストとデスクの高さを合わせる。これによりデスクの角に腕、手首をぶつけることがなくなるので痛くありません。地面にしっかりと足をつける。足が宙に浮いていると太もも裏が圧迫されます。足がつかない人はフットレストを活用しましょう。
このようにデスクワークをする上でアームレストはめちゃくちゃ大事なんです。山小屋で例えるならネギ、メンバー、チャーシュー、そんな存在です。ラーメンの味を直接左右するわけではないですが、ないと物足りないですよね。個人差はあると思いますが、僕はねかなりアームレストを重視しています。しかし多くのデスクチェアは座り心地はいいのに、アームレストの可動幅が狭かったり身幅を狭められないという問題がよくあります。そのためデスクに装着するアームレストが売られていたり、デスクワーカーにとってこのアームレストというのはかなり重要だということがわかります。山岡屋で白髪ネギをトッピングしてみてください。うまいよ。しかしスチールケースのアームレストはマジでやばいです。360度アームレストのおかげで身幅はかなり狭めて使うことができます。なのでキーボードタイピングする際は最適な位置にアームレストを設置でき、肘がしっかりと置けます。デスクワークの快適性も一段階アップです。女性、痩せ方の男性、太めの男性と様々な体型の人にもフィットします。さらに今やデスクに座っていてもスマホをいじることも多いですよね。スマホで見ますよね。スマホ、PC でのタイピングとデバイスを選ばず快適に仕事ができちゃうんです。この身幅を狭められるアームレストはもう唯一無二と言っていいので、僕はねこのスチールケースのジェスチャーを選ぶ上での最大の魅力だなというふうに感じました。背骨の動きに合わせてフィットしてくれる。ジェスチャーの背もたれは独特な動きをするんですが、これが新しい感覚でフィット感がとても快適です。体を起こして座った時、背もたれに背中を預けた時、垂直後傾と様々な姿勢で座っても、このね動きに合わせて背もたれがビタッとねフィットしてくれる点がとても気持ちいいです。この背骨に密着してくれる背もたれは新感覚です。新感覚といえば VR ゴーグルで見るファッ、スチールケースジェスチャーの背もたれはフレームと分離している構造になっていて、背もたれは柔軟な素材で作られています。これによって背中のね動きにぴったり合うフィット感になっているんだなというふうに思いました。座面は硬いフレームがないので様々な座り方をしても快適。デスクワークでずっとね同じ姿勢で座り続けるのって疲れませんか？僕はデスクチェアの、ね、上であぐらをかいたり足を組んだりねするんだけど、一般的な、ね、デスクチェアは座面に硬いフレーム、あと枠があったり、またメッシュ素材だとあぐらをかいた時足触りが、ね、あまり良くないです、まあ、それもね当然であぐらをねかくために作られていないからですね。しかしスチールケースのジェスチャーっていうのはファブリック素材、硬いフレームがないので様々な座り方でも快適に過ごせます。正しい姿勢で座るのはもちろんなんですが、あぐらをかいても快適に座れるのはいいポイントだと思いました。この3つが僕がね特に感じたメリットなんですが、他にも座ったまま座面調整ができる、きしまない、ギシギシ言わない、キャスターが滑らか、保証期間が12年と長い。ジェスチャーはとてもね重いデスクチェアなんですが、キャスターの品質が良くて滑らかなんで簡単に椅子が引けて立ち上がることができます。そしてそのまま山岡に直行することができます。初見お預かりします。また保証期間はハーマンミラーと同じ12年保証。やっぱりねこの点からもハーマンミラーと並ぶ2大巨頭のメーカーだっていうことがねわかります。ただしスチールケースジェスチャーを使ってみて気になる点ももちろんありました。購入する上での注意事項についてもお話ししていきます。シートの硬さは好みが分かれる。スチールケースジェスチャーはファブリックのクッション素材シートを採用してるんですが、シートは固めだと感じました。この点は好き嫌いが分かれるかと思います。なので視座は必須です。ただ疲れないデスクチェアの特徴として適した硬さがあった方がいいというふうに言われています。なのでその観点から言うとスチールケースのジェスチャーっていうのはしっかりと考えられた座面の硬さになってると思うんですが、合う合わないは絶対にあると思うので、お近くのショールーム、オフィス家具店で視座するのがおすすめです。ちなみに男にとって硬いというのは名誉ですが、メッシュ系と比較すると蒸れは感じる。これは言わずもがななんですが、メッシュケースのデスクチェアと比較すると座面、背もたれは蒸れやすいです。僕はこれまでねエルゴヒューマン、コフォチェア、プレミアムとメッシュ系のチェアをね好んで愛用してきたんですが、それらと比較すると長時間座っていると蒸れは感じます。この点はね仕方ないと思います。メッシュとクッションのデスクチェアは一長一短です。座り心地はいいけど蒸れるクッションチェア、クッションチェアには劣るけど蒸れないメッシュチェア。ジェスチャーは座り心地のね快適度は高い分やっぱりね蒸れはあります。この点は注意です。ちなみに僕は蒸れている女性も、何でもないです。リクライニング状態を固定できない。エルゴヒューマンはリクライニングした状態で固定できる仕様になっています。しかしスチールケースジェスチャーっていうのはリクライニング状態の背もたれを固定することができません。リクライニングの限界点を調整する機能はついているので実質固定しているようなものなんですが、起き上がると元に戻ります。
僕はね、ずっとエルゴヒューマンとかコポチアプレミアムというね、背もたれが固定できる椅子に座ってきたので、最初は違和感に感じました。ただね、慣れるとスチールケースジェスチャーの使用の方が使いやすく感じていますが、リクライニング状態を固定したいと思っている人はこの点は注意です。今回はスチールケースジェスチャーをご紹介いたしました。僕は提供いただいてから約2週間ほど使っていますが、ファブリック素材の座り心地の良さ、そして長年抱えていたアームレスト問題、身幅をね、狭くしたいという悩みをね、解決するに至りました。個人的には座面というよりもアームレストと背もたれのフィット感が本当にね、最高だと思いました。ただ一つ、高級デスクチェアを複数台ね、経験してきて思ったのは、椅子にね、ナンバーワンはないです。椅子の座り心地っていうのは個人差がマジで大きいです。例えるなら、山岡屋、蒙古タンメン長本、二郎系ラーメン、この中でどれかナンバーワンを決めろと言われて、決められますか？決められないですよね。それと一緒なんです。実際に体験してオンリーワンを見つけてください。僕からは以上です。そして現在、スチールケースはブラックフライデーキャンペーンを実施中です。さらに僕の動画の限定特別割引コードを発行いただきました。ブラックフライデー期間中は 30% オフ、11月28日から5月31日までは 10% オフで全モデルの椅子に使うことができます。スチールケースジェスチャーの公式ホームページのリンク、クーポンコードは動画概要欄にまとめていますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイ。